だけガスバーナーのタイプが違うらしくて、この車が一番火力強く設定できるっぽいんですけど、ただあんまりね火力強すぎたらお芋の表面が焦げちゃうんですよ。そうなので料理定期的にひっくり返さんかったらあかんくなるっていう。そうですね、はい、これはねもう2時間ぐらい焼いてるやつなんですけど、まあ、ちょっとペース早く焼いたりとか多少火力の調整で、ただお芋って基本的にはゆっくり焼いた方が美味しいお芋になりやすいので、うん、なるだけゆっくり焼くことを意識してるかな。来シーズンも全然使えるんで、はい、このチラシさえなくさんかったら、冷静に考えたら結構ハードル高いですけど、そう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 。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。こんにちは。はい、ありがとうございます。はい、全然減ってるからね。北欧のお芋、甘いお芋はいかがでしょうか。お芋はいかがですか。でっかい方がシルクスイートで、ちっちゃい方がベニハルカリ。お芋はいかがですか。僕は大阪、そこにあの孫が行く。あ、そうなんですか。孫がそこの焼き芋美味しいよって言って買ってきてくれて、頼まれた。頼まれた。すごい、孫パターン。そうそうそう、そうなんです。美味しいよって。そう、さっき自転車ですれ違って、ありがとうございます。よっしゃ、そうで来てくれたんだ。石焼き芋、お芋、お芋。だいたい2年ぐらいから、何年ぐらいから。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。美味しかったです。お坊様のおやつ。おいも。いしやきも。酒を割らずに。おいも。甘い。おいもはいかがでしょうか。いかがですか。石焼き芋、お芋。私もお客さんとかも食べようかな。ああ、そうなんですね。そっかそっか。前も持ってきてしゃあないし。そうそうそう。ありがとうございます。出した。すいません、お待たせしました。じゃあ気をつけて。ありがとうございます。じゃあごさん、ありがとうございます。
気をつけて、またお母さんによろしくお伝えください。もともとこういう形になったきっかけが、はい、その常連さんが焼き芋屋さんの音聞いて追いかけた違う店舗やったパターンが割とあって、それでもうそれやったらパッと見で分かる状態にした方が面白いんじゃねえかみたいな、で職人さん知り合いでいたんで、はい、じゃあちょっと作ってみますかみたいなんで、これが完成したというね。全然お芋を週一パスできなくて、それで増やそうってことで、そうなんです、おばあちゃんとか待ってるんですけどね。移動する竹村翔太っていう、夏はね、ほんまかき氷を地域の夏祭りに出してるんですけど、もう2年連続祭りがないんです。そう、ありがとうございます。ちょっとした晩御飯のおかず、お子様のおやつ、よっしゃ、じゃあこの紅はるかたちを、ありがとうございます。よっ、ごめんなさいね。じゃあ1700円分ですね。おいもあ、 ありがとうございます。お帰りなさい。じゃあこの合計さんもですね、はい、熱々のホクホク甘いお芋はいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、ないだろう。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。出来たての甘くて美味しいお芋はいかがですか。お芋どうか、紅はるかとシルクスイートの2種類。お芋こいつ500円ぐらいで焼けてます。ただ焼きたてなんで5分10分ぐらい寝かした方が多分いい感じ。ああ、なるほどね、はい、で他のやつはちょっとデカめのやつが中心になりますかね。なるほど、はい、3本もらっていいですか。じゃあ3つありがとうございます、はい、あれ用意通り出てました。あ、出てました、出てましたよね。そうなんですよ、出待ちで。そうそう、出待ち特集で。さっきまで焼き待ちあったんで、なんとか焼けてよかったです。そうなんですよ。またお願いします。お二つ、はい、美味しかった。あ、ありがとう。そろそろツイッターで完売します、ツイートしておきます。竹村の焼きたてなんで、本当に焼きたてぐらい明日から持ち上がりたい。石屋3本宅配言われてて、残り1本余剰であるんですけど、基本的にはラスト1本は音鳴らして販売完売しようとはしてなくて、音鳴らして2人来たら申し訳ないんで、1本残しておいて、帰りになんか声かけられたりしたらお渡しするみたいな。わー、チョコパイ、チョコパイ大好きなんですよ。ありがとうございます、はい。